こんにちは、中本まなみです。今回は恋愛における究極の二択ということで、恋愛でなんかこう究極の二択みたいなホームページみたいなそういうサイトがあったので、そこからこうまなまなだったらどっちを選択するかみたいな、内容私はで見てないんですけど、結構究極ですか？結構迷うタイプ？迷う人は迷いそう。あーでも結構パッと答えれそうかな。こう理想がある人はいける、うん、あー自分の中芯があるというか、うん、なるほど。早速じゃあそれを答えていこうかなと思います。それではレッツゴー。はい、お願いします。はい、男女の友情は成立する？成立する。恋愛は追いたい派追われたい派？追いたい派かっこ追われたい派でも追われてる方が幸せな気がするから追われたい派。好きな人に恋人がいたら諦める？諦めない？諦める。親友と好きな人が被ったら譲る？譲らない？譲る。告白するならどっちから？あーむずいね。されいやーでもしたい派なんだよな。気持ちはしたい派です。昔からよ。あ、そう、昔からよね、うん、それはそうよね。好きな人に好きって言う前に好きバレしてることの方が多いけどねで、その上で好きって言うから、まだまだは。はい。恋人の浮気が発覚したらどうする？別れます。元恋人との復縁はあり？なしですまだ言ってない先走ったなんだっありなしって言う前になしあーなしです。優先順位が高いのは友達？恋人？友達です。結婚する前の同棲は必要？必要じゃない。何も知らないぐらいで結婚したい。逆になんか未知な人であってほしい、ずっとおかしい。なんか自分もあんま全部出したくないし、向こうもなんか未知でいてほしいって思っちゃう。常にこう追わせてくれる人がいいし、追われたいしみたいな。だからこう線引きしたいです。お金にルーズな人と時間にルーズな人。時間にルーズな人が嫌だ。性格がいいブサイクか性格が悪いイケメン？性格がいいブスかな。でも悩む。なんかわかんない、そのブスっていうのがどういう意味なの、ブスなのかによるかも。なんか外見を磨いてない系だったらあんま嫌かも。努力してるかしてないかの差はめっちゃ大きいかも。努力しててほしいってなっちゃいます。誰にでも優しい人と自分だけに優しい人。誰にでも優しい人。もうこれはね、迷いもしない。誰にでも優しい人がいいです。異性がいる飲み会には参加する？相手が女の子がいる飲み会に列に行ってもいいし、自分も行きます。デート中は手つなぐ派つながない派？いや悩みどころなのがさ、自分人前でなんかするマジ嫌なの。もうちょっとイチャイチャするのも嫌だし、見られたくない精神が超あるから、そのイチャイチャみたいなのを手つなぐのなしかもしんない。恋人と毎日するなら LINE と電話どっち？うん、 LINE です。電話はちょっと毎日しんどいかな。全く喋らない人とひたすら喋り続けてくる人。喋ってくれる人好きかもな。 LINE の即レスと1日1回しか返ってこない、だったら即レス。1日1回はなんか嫌だな。感情の起乗が激しい人、感情が分かりにくい人。あ、確かに悩みどころだね。でもね、感情見えないクールな人とか自分ちょっと惹かれちゃうかも。なんか何考えてんだろうみたいな。こう何でも分かりやすい人の方があんま好きじゃない。あんまっていうか、あの惹かれないかも、恋愛として。なんか謎がある人とか、なんか魅力的に感じる人が好きだからかもしれない。激しくない人で。彼女いない歴イコール年齢の人と超遊び人。超遊び人か。なんで？なんか自分的にね、いろんな女の子を知った上でまなまなが一番だって言ってくれる人が好きなの。
なんかその恋愛イコールいないってことはさ、今までそういう人がいなかったらさ、それはさ、あの自分が例えばそんなに良い人間ではなくてもいいって言ってくれそう。なんかとにかくいろんな女の子を経験した上でこう見てほしい。なんだろう。でもさ、うん、遊び人だったら、うん、まなみも遊ばれとるかもしれないよ。うん、それもあるね。だからもしそれで遊ばれてバイバイってなったらもう自分が悪いな。自分が悪いかもしれない。でもなんか何も知らないより知ってる方がいいかも。してないよりはしてる方がみたいなところはあるかな。頑固すぎる人か何でもかんでも流される人。流される人は嫌です。頑固の方がまだいいかも。意思を持ってる人の方がいいです。月に1回しか会えない恋人か毎日会いたがる恋人。むついね。でも月に1回かな。いやどうだろう、毎日会いに来てくれるんだったらいいかも。でもさ毎日さいるのもどうなん。いや幸せでしょ。ほんまに。でも毎日さいるとさ一人の時間なくなっちゃうじゃん。友達ともいたいし、うん、一人がいい。そうだね、月に1回にしましょう。好みだけど話が合わない、好みじゃないけど合う。好みだけど合わない。一人と何回も浮気、何人もと一回ずつ浮気。どっちが許せるかってことよね。自分だったらいろんな人と浮気したい。もうそれはさ、一人の人と浮気するってもうそれ恋愛やん、好きやんってなっちゃう。で向こうも一緒で、もし浮気するんだったらこう一人の人じゃなくて、あの何、一夜限りみたいな感じでいろんな人とまだしといてほしいから。それも一人に愛情続いちゃったらもうそっちを付き合えよって思っちゃいます。許してくれる人ときちんと叱ってくれる恋人。怒られたいです。うん、だよねだよね、それは一緒だよね。何でも、うん、いいよいいよって言えば嫌だ、後から爆発されそうやね。そう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 。あの時とかやったら、え、あの時いいよって言ったよって言うな。甘え上手な彼と甘えベタな彼。え、どういうこと。甘えベタってことはさ、ツンツンみたいな感じ、うんうん、ああそれいいね。いやどっちだろうね。なんか猫みたいな人好きかも。ずっとベタベタされてる。あ、でもそれも悪くないね。まあ、むずいね。犬より猫みたいなところはあるかもな。むずいね。甘えベタでいこう。時たま甘えられた時嬉しいよ。服にこだわりがある男性か服に興味がない男性。こだわりがある男性。浮気現場を目撃するか目撃されるか。まだするかも。え、どっち。え、相手を傷つけるか自分は傷つくかってことね。うん、自分は傷つく。うん、だよね。見て、見たい方、まだ見る方がいいよね。うん、ボディタッチが多い恋人かずっと素っ気ない恋人。やだ、素っ気ないの。ボディタッチが多い人で。遠距離で恋人とラブラブ、近くにいるけど片思い。遠距離。どっち。え、片思いでいいの。じゃあ片思いでいいの。いや、片思いか。でしょ、両思いだからこそもっと好きってなってるでしょ。不意打ちとじっと目を見つめられてからのキス。え、というと不意打ちでチュッてされるのがいいか、うん、見つめられながらずっと見てて、え、何って思ったらキスされるのがいいかってこと。うん、あー、じっと見られる方がいいかも。ちょっとそんなさ、あのさ、真剣に答えてるのにさ、うつるでそんなデヘデヘしないでもらっていいですか。デートは室内？屋内？屋内？屋外。屋外？室内か屋外。うん、うん、屋外。いろんな場所行きたい。家ばっかりは嫌かもしれない。自分が相手を好き、相手が自分のことを好き。相手が自分のことを好き。作った手料理を完食するけど、うん、無頓着な彼と、作った手料理を褒めてくれるけど残す彼。不愛想的な、うん、とか何も感想とかくれんってことかな。
でも残すってどういう意味で残すんだろうね。あ、なんか言葉よりも行動で示してほしいか、うん、言葉で伝えてくれればそれでいいか。あ、行動法、行動、行動だね。だとしたら食べてほしいってことか。うんうんうん。じゃあ食べてください。じゃあ褒めんでもいいけ完食してほしいってこと。あ、確かに別に褒めなくていいかも。せっかくまなみが作って、うん、どうぞって出すじゃん、うん、それをバーって食べて、うん、ごちそうさま。うん、別に、どうだろう。褒めなくていいからアドバイス欲しい。もっとこうしておいしい方がおいしいよとかなんか、あの、指摘が欲しいかも。もっとこれ入れたらおいしそうじゃないとか、なんか言ってほしい、逆に。相手に長生きしてほしい？自分が長生きしたい？相手に長生きしてほしい。先に死にたい。うん、嫌だよね。残りたくないよね。自分にも人にも厳しい彼か、自分にも人にも甘い彼。自分にも人にも厳しい彼がいい。まだまだっぽいっしょ、それは。うん、え、逆？自分自身に厳しいのはいいよ。うん、それをだからリサにも求めてくるってこと。あー、ことによるわことによる、うん、自分結構指摘されたいかも。なんか結構それで言うと自分自身もさ、結構こだわりが多いタイプじゃけんさ、まだまだ自身もね。だから相手のこだわりもなんか受け入れたいと思っちゃうか。そんなさ、ニヤニヤさ、ニヤ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 するんですよあなた難しいね。難しいね。難しいわ、うん、ちょっとほんまに究極だった。以上です。はい、ということでこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント待ってます。こんな感じでまなまなの恋愛究極の二択バージョンコーナーでしたちょっと意外とやってみたらむずいわ、思った以上に。やっぱね、あの、人によるなって思っちゃいました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。それではバイバーイ。